夏の甲子園で盛り上がりを見せた高校野球。その土台となる中学校の部活動を取り巻く環境が大きく揺らいでいます。その背景にあるのは、今年度から段階的に始まった部活動の地域移行。教員たちの長時間労働が課題となっている中で、その一員である部活の指導を地域のクラブチームや外部の指導員に移行していく国の方針です。しかし、まだまだ課題も多く、現場からは不安の声も。この夏、野球関係者たちが立ち上がりました。先月31日、夏休みに公立中学の野球部の県大会準決勝が開催された相模原球場。試合後の会議室には、野球部の顧問たちと高校や大学、プロなどの野球関係者らの姿が。部活動の地域移行の進め方に危機感を持った有志による初の会議だ。我々教員のもとには、今後部活動地域移行についてどうなっていくのかという詳しい情報がないのが現状で、私も第一報を知るのがヤフーニュースという笑い話にもならないような状況。まだ多くの部活に指導員はおらず、クラブチームに移行した事例も数える程度。費用負担などの具体的な運用や、学校の部活の存在が今後どうなるのか、現場の教員たちには状況が見えていなかった。一方で教員の気持ちは、現場で準備を整えていかなければ誰がどんな目に遭うんだろうかという懸念があります。この場にいる多くの先生方が、多分私と同じように部活動で野球を通じて生徒たちと関わりたい、だから教員になった。実はすでに5年前に国が出した方針に、部活は土日どちらか3時間程度までなど、これまでなかった時間の制限が盛り込まれ、実際に近年活動は短くなっている。働き方改革は歓迎しつつも、もっと指導がしたい先生と部活に力を入れたいという生徒の思いは、今実現しづらいところがあるという。どうするんだろう、どうなるんだろうという不安な気持ちでいっぱいです。これから中学校にある保護者から、部活動どうなるんですか、うちの子は3年間部活動できるんですかっていう質問をされたんですけども、分かりませんとしかトライアンドエラーかじゃないですけども、もう少しずつ動き出していくことが大切なのかな。こうした思いをどうにかしようと、教員自らが地域に受け皿を作った事例も。秦野市立本町中学校の野沢慎介教諭、軟式野球チーム秦野アンビシャスを一昨年立ち上げ、部活がない休日に市内の中学8校の野球部から希望する44人の生徒が集まっている。目標っていうのはどういうところか。高校野球で甲子園に行くことです。部活動が今人数が少ないので、あれ5人ぐらいしかいないので、ちょっと少ないのでアンビシャスを有効活用しています。その設立のきっかけは、少年野球やってきたお子さんたちがやっぱり思うように野球ができないというようなことが起こりまして、野球部の部員数が減少していきました。子どもの野球離れ。県内の中学の野球部の部員数は2009年からのわずか13年間で半分以下に減少している。道具が多く費用などの負担が大きいことも要因だが、現在の部活動への物足りなさもそれを後押ししているようだ。そんな中で立ち上がったこのチーム、技術の指導だけでなく、教員だからこそできる生活指導も担えていて、ある感謝を打ち明ける生徒も。僕が不登校だった時、野球をやなきゃいけないし、アンビシャスの方々に話を聞いてもらったりとか、そうやって勇気がついたと思うんですけど、こうやって野球を通じて
でいろんな会話ができるようになったんです。このような感じをしてこの球団には居場所を感じています。一方で活動には課題もある。なるべく多くの生徒が参加できるよう月謝は最低限で、道具は各自学校から借りてきている。入会の時にじゃあ必要なものっていうのは、帽子1着3500円だっけ。そうですね、はい、と月謝1000円だけです。だそれでもね、負担になってしまうと思う人もいるかもしれないんですけど、指導する教員たちはボランティア。この活動は今の地域移行の制度の中にないため、報酬は支払われず保険も自ら加入。教員の熱意で支えている状況だ。活動としては、すごくいい活動だと思うんですけれども、その活動は大丈夫なのっていう、心配の声もきっと出てきてしまうと思うので、これをやることによって仕事に影響を与えてはいけないと思ってますし、ただ時間は待ってくれないし、子どもたちにとっては一生に1回しかない中学校の3年間なので、また来年からやろうでは今の子たちが終わってしまうので、正直言うと今できることをできる範囲で一生懸命やろうというだけで、教員たちの負担を減らしながらいかに多様なニーズを実現していくか。関係者に共通する思いは、野球が純粋に好きな人たちの気持ちを守っていきたいということだ。部活動をやりたい子どもたちが続けてできる環境、そして、部活動を指導したくて教員になったっていう先生が、引き続き指導できる環境を、整えられればなとは思ってます。部活がどうあるべきなのか、これからますます柔軟な対応が求められそうです、はい、その中で現場や異業種などさまざまな立場の人たちがこれだけ熱く議論しているということには期待できますよね。そうですね。野球に限らず部活動の地域移行はまだ始まったばかりです。今後も注目していきたいと思います。